dance anymore. Close the door. You thought some things would never end. Never mind, it's gone with the wind. You saw straight through the facade. No charade. もし今日今まで見つけてない虫を見つけたら、私から昆虫博士の認定をします。もうかなり調べ尽くしてて、すごい数がいるので、後で数字言いますけど、たくさんいますので。今日は割と雲が多いんで、ガンガン日照りになることないと思うんですけども、帽子持ってる人は必ず帽子をかぶってください。夏に虫を観察するときは動きやすい服装でツルツルした素材がいいですよ。これビーティングネット、あるいは叩き網っていうんですけど、これで叩いて落ちた虫をみんなでこう見てもらうようにします。で、あまりにもちっちゃいやつはちょっとこうケースに入れて見てもらうようにします。ヒゲナガカメムシ、うん、でね、今ここに珍しいテントウムシがいないかなって思ったのは、ベダリアテントウって聞いたことある？赤い羽の、そう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 、よく知ってるね。赤くてちっちゃいやつで、実はね、ベダリアテントウって外来種なの。外から持ち込んだの、人間が。道理でイタリアンの名前なわけだ。 でもなんで持ち込んだかっていうと、実はね、この木に寄生して木を枯らせちゃう貝殻虫がいるの。イセリア貝殻虫っていう、その貝殻虫専門にベダリアテントウの幼虫が食べるの。親も食べる。なんかここに何かついてる。で、これにね、ここに何かついてる。あ、そうそう、えらい。これがベダリアテントウが羽化した後の抜け殻。抜け殻、うん、だもうちょっと早い時期だったらね、いるんだけどね。また抜け殻発見した。あ、あともう一つ、これがいい。カメムシ。これ見たことある。ちょっと匂いハリカメムシ、うん、ハリカメムシ、こいつよくいる、うん、これよくいるやつね。表面の構造がすごく綺麗なんだよ。この上の、あ、またなんかいた。あ、さっきのやつ、お、なんか飛んできた。ベルギーだけど、なんかこれ、このちっちゃいやつ、これこそ私の好きな2ミリクラブ。確かに2ミリでしょ。これ何だと、何の仲間だと、当たり当たり。これ、これ外来種なの。クモ型テントウ、うん、外来種のテントウムシ。ここに今いるちっちゃいアリンコいるでしょ。このちっちゃいアリンコいるけど、お尻の形よく見てごらん。あ、またテントウ。あ、ここにいるけど、お尻の格好どうなってる？なんか針みたいな。うん、ちょぼってるでしょ。今のね、針って言ったら大当たり。アリって何の仲間だと思う？ハジ。そうそう。なので、なこの今のアリは実はね、針持ってるの。針持ってて、普段は絶対刺さないけど、時々こう首筋とかに入っちゃうと、出るのに出たいからチクチク刺すことある。これだと
匂わないけど、近づいたらなんかお酢みたいな、なんだろう、なんか酸っぱい匂い、これも実はね、昔はこの辺にはいなかったの、この青銅金は。もう西日本の方に行かないといない黄金虫だったのね。だから私が虫をに興味を持った頃は、わざわざ静岡とか関西とかまで行ってこれを探して、ね、大塚芝の幼虫、なんかこの形見たことある、うん、これハエ、これね、スマグロキンバエって。羽のとこもあれだよね、硬い羽と、あ、ね、柔らかい羽、ね、後ろの段々になってね、見るとこれ羽の先っちょが黒いですよね。あ、本当だ、口取れてた、うん、でスマグロキンバエっていう名前です。知ってる すごい小さな世界、うろうろしてるだけじゃないんだね、吸ってるんだね。2ミリクラブ入れる。昆虫はね、もうさ、絶滅危惧種なの。あの、河川敷とかよりまだいるんですけど、だからもう食べるものがなくなって、あのカエルの糞とか、あと木の腐ったキノコとか、そんなもの食べてる。久しぶりにここで見ました。この公園で。ホッキコガニです。黄色いシールドの前に忘れてます。秋の黄色いシールド、何があったか分かる？多分少量、いや、あの形、なんか違う、背中違う、いや、あのバタじゃないんじゃないか、あれ分かんない、バタじゃないかも、聞いてみよう、聞いてみよう、あ、どうも聞いてみよう、首切りするんだね。そこね、星ささきにもいっぱいいるから。あとはね、あ、どこ行っちゃった？何？今テントウムシが。首切りです。これアズマオズアリじゃないの？アズマオズアリの形。カジナ。あとほら。何これ、エビみたいなの。首切りです。よく首切りです。この敷地の中に森があって、草地があって、池があります。で、この森も、今はこう、うっそとしてよくわからないんですけど、ちょっとクヌギコナラの多い明るい森と、シダカシとかスダジイの多いちょっと暗い森と、分けて管理してます。それで、この池も、向こうの二つ池があるんですけど、こちらの池がちょっとこう、若干明るめだったんです、昔は。明るい池。で、こちらの池がちょっと暗い池。ということで、木が覆いかぶさるようになってるんで、で、あと草地も、こう見てもらってわかるように、こう、管理された背の低い草があるところ。それから、さっき歩いてきた、ちょっと割とボーボーになったところ。それから、その中でも、もっとボーボーにさせてる場所。こういうふうに、ちょっとした環境でも、いくつかの環境の違いを作ると、それぞれの環境に合わせた生き物が、そこで生息します。で、だから環境が多様であれば、そこに生息する生き物、昆虫は多様になります。
ここはですね、マント袖群落といいまして、わざとこう林縁に絡まる植物、つる植物だとか、その下にあるごちょごちょした環境、植物をわざと残している環境なんです。で、こういう環境っていうのは、自然の山の野山なんかに行くと、林の環境をある程度一定に保つ効果があるんですけども、普通都市公園だと、こういう環境はすぐきれいに整理されちゃうんですね。で、ここの公園では、わざとこういう環境を残してあります。というのは、この林縁、林のへりにあたる林縁部分というのは、植物の種類が多くて、生き物がものすごく多いんです。で、それでこの環境を残して、でまた生態学的にはこれをマント袖群落って呼ぶんですけど、そういうものの学習も兼ねて、この環境を残してます。で、実際にはいろんなつる植物が生えたり、哺乳ユリが生えたり、あと、水引きが生えたり、いろんな植物が生えてて、昆虫もすごくたくさん見られます。葉っぱなんかよく見ると虫食いの跡がいっぱいありますけど、それだけ生き物が多いという証拠だと思います。これは今ね、ヒガエル見つけてくれたんですけど、多分今年の6月に上陸した。実はここの池は、だいたい5ペアぐらいが卵を毎年産むんですね。で、5ペアが産むってことは、1ペアの中に1000以上の、オタマジャクシが入ってるので、5000とか6000とか、オタマジャクシがここから出ます。で、今年は、カルガモが居ついちゃって、もうオタマジャクシすごい食べちゃったんですけど、それでも半分以上が上陸したんですよ。でただね、かわいそうなことに、その上陸して親になれるのは、もうその5000とか6000の数の中に1割もいないですね。もう 1% もいるかどうか。上陸したともう餌がほとんど食べられない。そう。で、逆に、親のヒキガエルは目の前5個も何でも食べない。だから、自分の子供だろうが何でも食べちゃう。だからそれだけこう生存競争厳しいんです。ヒゲリバ自然庭園では、枯れた木っていうのを根元から切らないで残してます。近くで来て見てもらうと分かるんですが、穴ぼくがいっぱい開いてるんです。で、これは枯れた木を利用するカミキリムシが出た。で、そのカミキリムシの幼虫がこう入ってるっていうことが分かると、今度コゲラ、キツツキがその幼虫を探すために削った穴がいっぱいあるんです。こういうふうにね、枯れた木が残ってるだけで、いろんなものが利用するんです。園内の樹木管理で出た、こういう枝は、外に持ち出さないで、全部公園の中の一部にこう積んであります。で、この辺にぼちぼち穴が開いてますけど、これは全部、カミキリムシやタマムシが出た跡です。そのカミキリムシの幼虫に対して、寄生する蜂なんかが、うろうろしたりして、ここの山だけでも、いろんな生き物が確認できてます。でも本当生き物にとっては枯れた木ってすごく大事なので、もしチャンスがあったら、少しでもいい、全部残すのは大変なんで、少しでもいいから、こう残すような手立てをやってもらえると嬉しいな。
虫取るときによく網持って見つけてこうパタパタってやるでしょ、まあ、それはそれでそういう取り方もあるんだけど、今彼がやったみたくもうね、こういうところっていっぱいいるの。だからこうやってもうめちゃくちゃやると驚いて網の中にいっぱい入るのが、うん、見てほらこんなに入ってわあ、カメムシとか、オンブバッタとか、うん、またゲロめっちゃバッタいるじゃん。もうバッタの仲間いっぱいいるでしょ。頂上、オンブバッタ、虫は子供がよく撮ってます、ね、そう、いや息子が好きなんで好きになりました。どちらかというと、はい、ありがとうございます。ここみたく約100年近い歴史のあるこの緑っていうのは、生き物がね、今日体験してもらったようにすごくたくさんいます。でも新しくできたような環境っていうのはなかなかこういう環境になるのに時間かかるんですね。なので、あの本当に身近な今ある自然っていうのを大事にしてもらいたい。で、それにはそこが生き物にとって大事だよっていうことを自分たちが分かって、それをこう伝えられるようになってくれるといいなというふうに思います。虫って植物との関係がすごく強いです。だから植物のことも一生懸命勉強してほしいと。都市で生き物を勉強するんだったら、その今ある緑地がどういう歴史であるか、なんでそこに今緑地があるのか、環境が残ってるのかっていうのもすごく重要なので、そういうことも勉強してほしい。今日みんながすごくよく知ってたんで助かりました。どうもありがとうございました。楽しかったです。あの結構あのいろんなヤモリとかカマキリとかいろんなあの身近な虫とか、あとは普段見られない虫とかたくさんいたので、あの本当に楽しかったです。新しい虫の名前とかを覚えられてよかったです。いろいろな生き物の話などを聞けて嬉しかったです。カエルとか昆虫とかがたくさんいて、それを見れたし、たくさん名前を覚えられたのでよかったです。Problems anymore.